中山手幸は日本の歌手、身長1 6 3トル。東京都出身、子供の頃から歌が好きだった。小学生時代から曲を作り始め、自作の曲が NHK 総合あなたのメロディーで放送されたこともあった。高校生時代は文化祭でロックやフォークソングを歌い、文化祭の花形だったという。高校卒業後、出版社で OL をしながら、 自主的に音楽活動を続ける。その後、デモテープが音楽関係者に認められて歌手デビューが決まり、1980年にシングル、テレフォンボックスで歌手デビュー。歌手、シンガーソングライター、バックコーラスとして活動していた。佐野元春のコーラス、プリティフラミンゴスにも参加していた。1983年に発症した疾病により、その年の3月に、 音楽業界を引退。長期間の療養、充電期間を経て、2000年以降、中山手ゆきというウェブネームを使用して、自身のブログ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、ミクシーに投稿している。2013年より、オルガニストで、プロデューサーの池田孝一と二人でアテリアフォレストという、ユニットを組んで、YouTube に作品をゆったりペースで載せている。 スティボニー名義で24時間テレビで放映されたアンドロメダストーリーズのアニメ版のエンディングテーマ永遠の一秒を歌っている。1052から07ザハートランドの女性コーラスメンバーであるプリティフラミンゴスに在籍していた。プリティフラミンゴスのメンバー編遷は以下の通り。なお、プリティフラミンゴスは上記にはないメンバーでナイアガラトライアングルボリューム2のサノエスサイドに コーラスとして参加している。中山手幸として、佐野元春のセカンドアルバム、ハートビートの中のグッドバイブレーションのコーラスを担当している。ありがとうございます。